ロンドン市警の騎馬警官ロンドン市警のパトロールカーバンタイプロンドン市警察はイギリスロンドン市内のシティオブロンドンを管轄する警察組織であるシティオブロンドンコーポレーションの管理下に置かれ本部はウッドストリート警察署にある1839年創設これに対しロンドン警視庁はグレーターロンドン全般を イギリス鉄道警察は、グレーターロンドン内のナショナルレールやロンドン地下鉄をそれぞれ担当する。ロンドン市警察は、市内のビショップスゲート、スノーヒル、ウッドストリートに3つの警察署を要し、約900人の警察官を含む約1200人の職員が働いている。ロンドン市警察は、担当地域面積と警官人員の点において、 イギリス国内に50にある一般の警察の中では、最も規模の小さい警察である。ロンドン市警察の管轄地区内で生活する住民は4,421世帯、8,043人ほどであるが、昼間ともなると、わずか1マイル四方のシティオブロンドンに、約30万人の通勤者が流入するほか、約30万台の自動車が地区内を通行する。 ロンドン市警察とロンドン警視庁には、イギリス国内にある他の多くの地方警察に置かれている警察本部長とは異なり、警視総監のポストが置かれる。ありがとうございます。